試合お疲れ様でした。試合振り返っていかがだったでしょうか。まあ、自分たちが先制点を取れていい流れでできたっていうのがあって、でも最後の時間帯で失点したのがもったいなかったんで、そこは修正して、まあ、ゼロで失点ゼロでいけたらもっといいと思います。ありがとうございます。連戦が続く中、非常に厳しい戦いが続くかと思います。ラウンド収録の意気込みをお願いいたします。チーム全員でいい準備をして次も絶対に勝ちたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。